はい、関口お嬢さんのパールギンリン三家、現在2歳23センチです。全日本 A ギンリン25部の出品を予定をしております。昨年もですね、このパールギンリン三家20部で桜賞を獲得するなどですね、大変人気のパールギンリンです。パールギンリン三家やパールギンリン紅白などがおりますが、やはりですね、人色墨をつけている方がですね、パールギンリン紅白より強いのかなと思います。昨年の20部の桜賞もですね、パールギンリン三家でした。同じ関口さんの声なんですけども、やはり普通の銀鱗と比べてですね、パールのこの銀鱗とですね、袋詰めで並んでいると本当に目立ちます。銀の吹き方が違いますのでね、大変目につきます。はい、これも三段模様で大変よく出来上がっておりますですね。こんな感じです。墨も引くことがない大きい墨が決まっております。なかなかいないですよね。はい、尾っぽの方も際もよく、尾っぽの方も綺麗に際をしております。顔の入りもいいです。お腹です。非常に楽しみな、そんなパール。背中のですね、紅の上の大きなパールもですね、ここですね、よく目立ってますね。非常に楽しみな、そんな一匹。こちらも2歳となりますので、大変よく仕上がっております。やはりこの時期はですね、2歳が圧倒的に強いんじゃないでしょうか。よろしくお願いいたします。